体化する装置ですね。まあ、匂いがなんか臭いとか、いろいろ苦情が出たりするときに、うちの装置。トヨタの。あ、もうトヨタドームの装置。うちはもうめちゃめちゃ、うちの装置結構入りますので。でもやっぱメインはもう今、半導体ですね。うちめっちゃあるんですよ。熊本放送、ローカルめっちゃ有名ですよ。番組出てる。駅のところにあるんですけど、うちも長岡京に本社があるんですよ。その関係でちょっと装置使ってもらったりとかしてるんですけど、そうそうそう、商社、あ、商社ですね。匂いって大事なんだなって匂いで、それぐらいの5段階があって、3なのか5なのかって、なんか 5段それぞれな感じ方違うんで難しいんですよ。なんかかんだ言われるんで、匂い系はね、あんまりやらないんですよ。故障、だから故障はします。軽減はされます。そうなんですね。だから CO2 削減とか、脱炭素とか。このキャッチーなコピーのところ。2016年まで。サードベース、サードベース。今回中国に来たって感じまあいますよ、ね、アメリカと台湾とシンガポールだったら行っていい90でもうちの奥さんも山口さん今大阪で働いてて市でやったみたいな。どうでしょう、全体がね12年ぐらいいたんで、もう長いんですよ。めっちゃすげえ多いですよ。すげえだと思う。愛媛県ってなんかすごいみんな辞めるものじゃないですか。他に本社があって、大阪本社だけで、まあ、節約設備とかで会社なんですよ。だからもう駐在がありきで入ってます。商売が規模が上がっていくと、三菱電機と本丸が丸の内が来て、交流取っていく。
遠かったっす。貯金悪かった。今はだから、だいたい宿泊込みで。あるんですけど。
Yeah.